さあそしてこれより試合再開となります。第4クォーター磯野スーパースターズ相手陣20ヤードからサードダウン残り1ヤードで試合再開です。さあこのタックプレーはどうだったか。わずかに攻撃権更新に至っておりません。フォースダウンとなります。中央へのランで突破を図りましたが琉球58番が見事なチャージをかけましてこのプレーをノーゲインとしました。素晴らしい反応したのは58番の山並、創価大学出身。さあ磯野フォースダウン残りインチの状況どうするか。ここでホイッスル。磯野ここで後半1回目のタイムアウトを使います。磯野はここで攻撃をするかあるいはリードゴールファントという形にするのか重要な局面でタイムアウトを取りました。この判断によりましては琉球の状況は一変します。果たしてそのどのようなプレーを選択するでしょうか。そしてそれは琉球を止めることができるでしょうか。まもなくタイムアウトを解けまして試合再開となります。その相手陣19ヤードからフォースダウンインチ。プレーを選択します。ギャンブル。前進できないと攻守交代ですが、さあどのようなプレーを持ってくるでしょうか。中央へなんてファースター。ここでそのランニングバックに86番を投与し中央へのダイブプレー見事攻撃権更新出しました。そのスーパースターズファースター見事この期待に応え攻撃権更新果たしましたが、そのスーパースターズ86番のカンナ。姫路工業大学出身のプレイヤーです。そしてここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っています。失礼しました。さあ試合再開となります。磯野相手陣14ヤードからファーストダウン10。琉球ナイスです。磯野はランニング枠22番に右オープン突破を図らせましたが、これを琉球66番が猛追しまして約5ヤードロスに変えました。素晴らしい対応をしたのは琉球ガーディアンダイオンズ66番の町田。広島三育学院高校出身。175キロ、178センチ、109キロの巨漢がここで躍動しました。磯野セカンドダウン15。そのここでオプションプレー、ランニング枠25番の突破力にかけましたが、しかしこの突破を見事ディフェンス防ぎました。
ゲインは4ヤードにとどめています。磯のサードダウン11、ボールオン相手陣14ヤード。パス成功。クォーターバック18番19番にパスを通しましたが、攻撃権更新になったでしょうか。わずかに届いておりません。残り1ヤードでフォースダウンと変わります。さあ再びフォースダウンショートの状況になりました。磯のスーパースターズ、今度はどのような選択にするでしょうか。フォーメーションを変えます。フィードボールトライ、キックによる3点を狙います。さあキックは成功となっていますが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ここでディフェンスに反則がありました。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。フィールドゴール成功しましたが、磯野あえてタッチダウンを狙ってまでこの反則を取ります。従いまして攻撃権更新となり、磯野ファーストダウンとなります。フィールドゴール成功しましたが、あえてタッチダウンの7点を狙いに行きます。磯野スーパースターズ、反則を取り相手陣3ヤードからファーストダウン2ゴール。さあ中央へのランプレー、キャリア35番密集点に突っ込みましたが、ゴール前1ヤードでとどまっています。磯野セカンドダウンに変わります。磯野スーパースターズ、相手陣1ヤードからセカンドダウン2ゴール。タッチダウン。クォーターバックジャチャン、プレーアクションからプレッシャーを浴びつつエンドゾーンへパス。これを見事19番エンドゾーンで飛びつきましてキャッチ、タッチダウンとしました。磯野スーパースターズ6点獲得。プレッシャーある中、タッチダウンパスを投じましたのはクォーターバック18番田中、岐阜大学出身。そしてこれを見事取り出したのは19番の五十嵐、東北大学出身。地方学生プレイヤーの出身選手がここで素晴らしい仕事をしました。そして2ポイントコンバージョン、このトライ4ポイント、あえて2点を狙いに行きます。2ポイント成功。クォーターバックジャッジ番、再びパスプレー、これをレシーバー1番がキャッチし、エンドゾーンの中にボールを入れました。一瞬でも空間がボールに入ればタッチダウンとなります。さ
従いまして2点追加。失礼しました、タッチダウンではありません。2ポイント成功、2点獲得です。磯野スーパースターズ21点、琉球ガーディアンライオンズ0点という形になりました。この2点によりまして磯野のリードは3タッチダウン差という形になります。琉球はこの試合に勝利する場合3回タッチダウンを上げる必要が生じました。残り時間は5分46秒となっています。さあ琉球反撃になるでしょうか。磯野キックオフ、琉球リターンに入ります。ダナー38番、左オープンに展開し自陣25ヤード付近の攻撃を確保しました。琉球自陣25ヤードからファーストアウンテン、パス不成功。クォーターバック7番プレッシャーある中、ワイドレシーバー10番にパスを投じましたが10番もカバーされておりパス不成功となりました。ダウン1つ失いセカンドダウンと変わります。琉球自陣25ヤードからセカンドダウンテン、パス不成功。クォーターバック7番プレッシャーある中それを粘り抜くターゲットを探し33番にパスを投じましたがこれをキャッチ、33番はキャッチできずパス不成功となっています。琉球サードダウンの状況に変わります。ボールオン自陣25ヤード琉球ガーディアンライオンズサードダウンテン、パス成功、ファースター。クォーターバック7番左にロールアウトしてワイドレシーバー10番にパス、これを10番キャッチしまして攻撃権更新です。琉球ファースター、パス攻撃をなんとか継続しまして琉球自陣38ヤードの1回の攻撃に入ります。琉球ファースター10、パス不成功。今度は短いパスで距離を稼ごうとしましたがこれを磯野49番が見事カバーしパス不成功に変えています。ダウン1つ失いましてセカンドダウンに琉球変わります。琉球自陣38ヤードからセカンドダウンテン、ナイスラン、ファースター。クォーターバック7番プレッシャー感じる中中左に流れつつスクランブル緊急発進のランプレーに変えましてこれが構想し攻撃権更新としています。琉球ガーディアンライオンズファースター、見事な判断で攻撃権継続としました。琉球クォーターバック7番は藤原、千葉商科大学出身のチームキャプテンです。琉球自陣48ヤードに上がりましてのファーストダウンテン、
パス不成功。今度は手前に飛び出たランニングバック33番へのパスでした、がパスがショートでパス不成功となっています。琉球自陣48ヤードからセカンドダウン10。ファッサークォーターバックの7番右ロードアウトからワイドレシーバー10番にパス。これを10番タックル受けながら見事キャッチしまして攻撃権更新。ファッサークォーターバック藤原ワイドレシーバー10番ゴヤ素晴らしい活躍です。琉球相手陣34ヤードからファーストダウン10。パスでゴーファースト。今度はクォーターバックワイドレシーバー右に流れて外へ逃げるワイドレシーバー12番にパスを投じました。これを12番キャッチしまして見事攻撃権更新です。琉球ファースト。琉球相手陣15ヤードからファーストダウン10。クォーターバック7番ターゲット見つからず左方向にスクラム。オープンスペースになりましたところを走り抜け約6ヤードのゲインと書いています。外へ出たので一旦時計は止まります。クォーターバック7番ここまで素晴らしい判断でこの攻撃を進めています。ボールオン相手陣9ヤードから琉球セカンドダウン4。パス不成功。ここでプレーアクションパス。エンドゾーンに飛び込んだワイドレシーバー3番へのパスでしたがこのパス不成功。サードダウンに変わります。琉球相手陣9ヤードからサードダウン4。さあここでランプレーを投入した。キャリア33番タクサレ中央突破を図りましたがゲイン約2ヤードにとどまっています。フォースダウンと変わります。ランプレーでしたので時計は回り続けています。琉球フォースダウン2。ボールオン相手陣7ヤードプレー選択です。ギャンブル。さあ中央のアンプレー。さあここでボールのファンブルが発生していたようですがこの審判の判定を待ちましょう。そのボールを落とした時点で膝をついてプレーが止まっていたという判断になりました。従いましてこの止まった時点が攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンギャンブル失敗。4回目の攻撃失敗によりまして攻守交代です。ターンオーバー。琉球またしてもゴール前に迫りながらこの機会を生かすことできませんでした。攻守変わりまして磯野スーパースターズの攻撃に変わります。磯野自陣6ヤードからファーストダウン10。試合時間残り1分23秒、1分24秒です。
さあ中央へのプレー、キャリア42番託されまして約4ヤードのゲインと書いています。キャリア42番は倉谷、神戸学院大学出身の39歳のルーキーです。またボールを持った選手が中で倒れているため時計が回り続けています。試合時間残り1分を切りました。さあ再びランプレー、左オープンを展開図りました。しかしこれは琉球がディフェンス踏ん張りまして1ヤードロスに変えています。キャリア27番、しかしそのランプレー果敢なプレーでした。残り時間、試合時間残り10秒を切りました。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして磯野スーパースターズ21点琉球ガーディアンライオンズ0点で磯野スーパースターズの勝利となりました。磯野スーパースターズ全勝キープとなりました。しかし琉球このシーズン初めての X3 戦の中優勝候補とのチームに互角の戦いを演じました。素晴らしい戦いでした。そしてここまでの連戦の中全ての試合に勝ち連勝をキープしております。優勝に向けて邁進する覚悟だと思われます。ナイスゲームでした。最終節もその奮闘を期待したいと思います。両チームナイスゲームでした。そしてこの勝利によりまして磯野スーパースターズは全勝を保った状態になりましたが、残り試合の対戦相手トヨタに仮に負けたとしても他の優位にあるチーム全てに対して勝利しているということで勝利で条件を達成し X3A ブロック優勝となりました。磯野スーパースターズ優勝おめでとうございます。これまで対戦してきた数々のチームのその思いを胸にぜひ X2 との入れ替え戦昇格目がけて奮闘を期待したいと思います。琉球ガーディアンライオンズ、そしてその応援に奮闘しました琉球ライオンズ、素晴らしいシーズンもありがとうございました。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。
いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度も離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、この配信は一旦終わらせていただきます。チャンネルを変えまして、この後に続きます残りの2試合も配信させていただきます。この配信は X3 ウエスト全13チームの共同企画により、すべてのチームおよび画面に今映し出されているさまざまな方々のご支援ご協賛をもちまして実現いたしました。これによりまして、この会場に来られないご幼少の方、ご高齢の方、病床をお持ちの方、遠方地海外におられてこの会場にお越しいただくことがかなわない方々にこの試合をご覧いただくことが可能になりました。皆様のご厚情ありがとうございます。その配信を本日実施させていただきましたのは私、道楽屋リサでした。それでは失礼いたします。